死が命、うんうんうん、あ、素敵、うん、男らしいわ。よいしょ、気に入ってくれるかしら。なんか辻臭いわね。でも幸せ。やした。何してる。お前、あなたの言う通り、今日はヒレにしたわ。ボナペッチ。出て行け。ひどいわ。あんなに美味しいって書いてあったじゃない。人の料理は食わない。さよなら、私の恋。うん、また今日はヒレ肉ですか。できればわしゃもうちょっと薄味の方がいいんじゃがの。あんただったの。あのわしゃ薄味の方が。わしゃロースよりヒレの方が好きじゃ。かってこの。まったく、いくつ墓を掘らせるつもりでしゅ。キャッシャに目、もう首でしゅ、絶対首でしゅ。またでしゅか。あれほどそのまま捨ててはいけないと言っておいたのに。殿、探しましたぞ。殿の采配なくして我が軍の勝利はありえませぬ。なんでしかお前は。さあ殿、何なりとご指示を。話すでしゅ。いや、話しませぬ。殿の命令なくして家臣は動けませぬ。何なりとご命令を。ご命令すればいいのでしゅか。よい、何でもいいのでしゅか。よい、よい、うん。我が大殿の命によりお命頂戴いたす。覚悟。あ、どう、キャサリンは仕留めたのでしゅ。無礼者、我が姫君を呼び捨てにするとはけしからん。成敗してくれるわ。姫君、願いなのでしゅ。キャシャリン、助けてくれたのでしゅね。それなのに僕は、僕は情けない男って嫌い。キャシャリン、夕飯はまだかいの。わしは腹が減ってきた。そういや、食ったばかりじゃったわ。いや、年を取ると物忘れが激しくていかんわ。
花束を持って現れるゲル。花束を持って現れるのね、私の王子様は。ねえ、どんな花束？はあ、イメージが消えていくゲル。ほれほれ。また？お、また見え始めたゲル。真っ赤なバラの花束だゲル。ゲル、素敵、理想よ。バラの花束。未来は常に動いているゲロ。大手広告代理店勤務。あー素敵、神経性胃炎、理想よ。来た。今日はどうなさいました？どうもしないでしよ、キャッシュに。紛らわしいのよ。ごめんなさいね、ドクター。緊張してたのよ。そんなことで毎回毎回血を吸われてたんじゃ体がもったいないですよ。あっ！いらっしゃい。私の王子様。シャーシャリ、夢しやまだかいの。うわっ！なんであんたが持ってるの？ん？ああ、これか。そこで腹痛に苦しんでいた青年がおってな、この病院に入ろうとしてたからやめさせたのだ。追い返したの？わしの話を聞いたら花束を放り投げて逃げ帰りおったわい。この病院を訪ねてくるなんて全く命知らずの若者じゃ。わしは何か悪いことをしたかいの？何者かが吊るされている姿が見えるゲロ。それも逆さまだと。そりゃわしのことじゃ。心配いらないでしゅ。多分精神的なもんでしゅね。あまり考え込まないに限りましゅよ。そうでしょうか。どうもありがとうございました。これは失礼。なんて憂いを秘めた後ろ姿、素敵ね。ドクター、今の患者さんどこが悪いの？悪いっていうか精神的に不安定なんでしゅよ。何かあったの？リストラにあったのでしゅよ。奥さんは子供を連れて出て行ってしまうし、家のローンは残っているし、おかしくもなるでしゅ。ああ、男の哀愁、抱きしめてあげたいわ。あんたね、毎日来られても困るでしゅ。どこも悪くないのでしゅよ。現実から目を背けてるだけじゃないのでしゅか。うん、そんな言い方ないじゃない。うん、気にしないで。辛い時は泣けばいいのよ。さあ、看護さん。疲れ果てた男が私の胸で泣いている。ああ、愛おしい。これが女の幸せな。あ、お前、え、帰ってきてくれるのか。うん、うん、家族力を合わせて頑張ろう。看護さん、家族が帰ってきてくれるんです。看護さん、もう大丈夫です。看護さん、看護さん、苦しい。触らないで。キャサリンには地味すぎじゃないかの。わしにくれんか。いやよ、この湯飲みには私の思い出がいっぱい詰まっているの。わしの好みなんじゃが残念じゃの。